な埋葬未来というその空間は肯定でコース100モール積もる明日という星降り始めゼロ番もあるこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなのない悲しみの旅に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか一度出た失速感はすぐに引っ込んだ。だがもう一度来る。1分後か1週間後か、この速度でミスファイアすれば最悪ブローだ。何が起こってもおかしくはない。だがそれはそっちだって同じだろう。この場所を走り続ける限り。長年走り込んだ仲間でもこうはいかない。アクセルの踏み方、ブレーキの入れ方、そしてステアの戻し加減まで全て呼吸が合う。マックスブースト2バール、大気圧1バールにタービンでプラス2バールの圧力をかけて、排気量 2600cc を3倍、単純計算で 7800cc のエンジンにしている。まさにモンスターマシンだ。この10年ひたすら R と生きてきた。間違っちゃいない。俺は何も失っちゃいない。これが俺なんだ。俺の場所はここしかないんだ。すっかり置いていかれちゃった。やっぱりすごいわね、 Z もタカも。大丈夫よ、このまま流してれば絶対会えるって。そうね、タカ。ええ、ごめんなさい。今ちょっと取材中だから。また後で電話します。プロポーズされてるの、今の人に。返事はまだしてないけど。いいの、タカ。それが正しい決断だよ、ミカ。ほんのわずか、エンジンの回転数と車速がずれた。どうした、どうしてここでギアを落とさない。お前のリズムなら当然二速に。何かあったか。エンジン、ミッション、いやおそらく駆動系だ。クラッチが来てるんだ。だから一つ上のギアで回転数を抑え、クラッチをいたわっているんだ。増大するトルクに一気にクラッチの限界が見えたか。5速の領域、この高回転高負荷でもしクラッチが滑ったら一瞬でブローだ。
どんなにセッティングをいじろうと、お前はお前なんだよな、ゼット。誰の支配下にも置かれず、ただ早く走りたいだけなんだ。セッティングは終わった。だがな、アキオ、黒木のアルをデジタルなモンスターとすれば、お前のはまるでジュラ紀の恐竜だ。そう、走っていた時代が違うんだ。本来なら叶うわけがない。いいんだ、俺はそれでもいい。もしお前がここで生き絶えてしまったら、俺はもう走らない。お前しかいないんだ。お前がそれを望むなら、思う存分走れ、Z。生き残るんじゃなくて、生き抜いていくんだ、お前は。チューニングってのは愚かな行為だ。どんなビジレイクを持ってきても正当化なんてできやしない。だが同時に否定することもできない。アナログな600馬力のターボか、すでにこのレベルで走ってることさえ奇跡だというのに。そのエンジン、君が組んだろ。ええ。エンジンをバラすのと同じようにさ、 CPU もバラしてみなよ。はあ。原価500円のロムが君を助けてくれるよ。その通りだった。 CPU のデータを解析し、新たにロムに入力する。間違いなく確かな結果と答えが得られた。それ以来、センサーが感知したデータを信じ、パワーをデジタルに制御してきた。なのに今、センサーが捉えない何かを体が感じる。俺は昔のチューナーのように勘など信じない。いや、信じていなかったはずなのに。このエンジンはブローする。高回転高負荷で最悪の異常燃焼が起こったら、エンジン内部はズタズタ、再起不能だ。エンジンがブローするということは、このアルも死ぬということだ。何年もトライアンドエラーを繰り返して仕上げたこの800馬力エンジンが死ぬ。車の悪い部分が勝手に治るわけはない。次にその症状が出れば終わる。来た、2台ほとんど並んでる。なんてスピードなの。足先に今まで以上にエンジンの息吹を感じる。長くは持たない。行くぞ、今しかない。ストリートのバトルには一見ゴールがない。選んだ車線によって大きく差がつく。どっちが速いかなんて周りの人間にはわからない。だが当事者たちにははっきりとわかる。それは一瞬で。どっちが本当に速いのか、いつも一瞬でわかってしまう。によるブローじゃない。何年もかけて仕上げたエンジンが、俺のアールが死んでいく。ブローの瞬間クラッチを切った。最悪のエンジンロックは回避できたが、このままじゃトンネル内で立ち往生か。このままじゃ本当に立ち往生だ。
ットが。もしもし。どうも、黒木です。すみません、レッカー1台お願いできますか？場所は湾岸大入口を降りて。ええ、そうそう、そのあたりです。じゃあよろしく。すぐにレッカー来るって。助かったよ、本当。もう一度、もう一度走りますか？はっきりしなかったみたいだし。いや、もう十分に分かったよ。望みは叶えられた、俺とアールのね。じゃあ、あとは俺一人で大丈夫だから。私も残るわ。レイナちゃんはアキオ君と行って。ええ。アキオ君の Z が止まった？ええ、まるで緊張の糸が切れたみたいに。黒木さんと走るのやめたらいきなり自走できなくなって。山本社長の家のそばだったから、朝まで待ってそのまま預けてきたの。二台とも持っている力を出し尽くして燃え尽きたのね。どっちもショックでしょうね。そうね、特にタカは。あの R は彼の10年間の全てだもの。それが再起不能。誰も手を貸してくれないし、誰も何も言ってあげられない。チューナーである彼自身の問題だから。何かできることはないの？フライホイールまで行ってる？うん、結構な。おお、北見は？任せるって。じゃあ俺の好みに作り直してやろうかな。そりゃいい、見てみたい。 Z のクラッチ版だよ、全然残ってない。よくこれで走ってたもんだ。耐えたんだよ、ちゃんと。北見さんがよく言ってたよ、そういう車なんだって。ふん。どうも。よう。早速だが、秋夫、フライホイールは免検でいけそうだけど、カバーとクラッチ版は全交換だな。どうする？パーツとかうちで揃えて組もうか？揃いますか、これと同じの。大丈夫、ごく普通のツインプレートだしな。案外この車スペシャルなパーツは使ってないのよ。いっそ特注のトリプルプレートで容量アップするか。実際トルクは乗ってんだろ？まあね、かなり北見さんと二人でそういう風にセッティングしたからね。いいです、同じ要領で。え？強化したら次はデフやミッションがやられるからか？いえ、そういうわけじゃなくて、いけると思うんですよ、今のままで。僕がきちんと乗れさえすれば。黒木さんのアルト走って勝ち負けとかはっきりしなかったけど、そのことだけははっきり分かったんです。 Z は必ずついてきてくれます、俺に。ちょっと見綺麗だろ、カム周り。でもよく見ると歪んでるよ。大学3年生の時だったかな、初めてエンジンをブローさせてさ、俺思わず泣いちゃったよ。無謀なブーストアップ、自分の無知が生んだ結果だった。パワフルなエンジンにただ喜んでいて、その裏にある悲鳴が聞こえてなかったんだ。ショップに出す金もないし、整備解説書見て初めて自分でオーバーホールした。その時もう二度とエンジンはブローさせないと誓った。でもダメだった。だけどおかげで大事なことが分かったよ。あの Z やこいつが教えてくれた。ブローする瞬間はっきり分かったんだよ、どんなセンサーにも現れないその瞬間が。声だけじゃない、こいつの体温や息遣いまではっきり分かった。俺はやっぱりこの世界で生きていくしかないんだ。行けるところまで行く、もううだうだ言わない、気持ちは前向きだよ、前を向いてやっていける。だから今日限りここには来るな。
君は君と同じ世界の人と生きていけよ。そして幸せになってくれ。俺は俺の世界で生きていくから。これはミカ、生きてるよ。これ大丈夫だ。この分ならクランクも。私とタカが違う世界の人間だと、そんなこと一体誰が言ったの？ミカ、はっきり分かっている。私の場所はここしかない。あなたのそばにしかないの。でも俺は一生スピードの虜だぜ。幸せになんかなれっこない。いいのかそれでも。今さら何よ。私はそれでもあなたと一緒にいたいの。あなたのそばにいることが幸せなんだってやっと分かったんだもの。離れている間もずっと心の中でただあなただけを見ていたのよ。体は違う場所にいても心はつながっていた。タカにもそれが分かるはずよ。はじめはタカの記事を書くことで気持ちに踏ん切りをつけようと思ったの。でも何もかも逆になった。こうしてすぐそばであなたを見つめて自分の正直な気持ちに気づいたの。何度も思い出したこの手のこと。思い出すたびにあなたといたこの世界が恋しくて泣きそうになった。ミカ、俺は R200 クラブに限界を感じて正直腐っていたんだ。そんな時ブラックバードやあの Z に会った。そしてお前とも。俺にはやっぱり。分かってるわ。一緒にいてくれるか。俺のそばに。Z と黒木の話は聞いたか？聞きました。黒木アルが海底トンネル手前でブローして終わったと。ああ、その帰り Z もクラッチが行って走れなくなった。それより北見さん。ん？言われた通り休暇を取りましたが、どこへ向かおうというんです？このまま行くと透明に入りますが。いいんだ、入ってくれ。そしてそのまま西へ500キロほど走ってくれよ。大阪あたりですか？そうだ、大阪に会わせたい男がいる。俺はしばらく寝るからな。着いたら起こしてくれ。わかりました。しげさん、こんばんは。おお、来たんか、エイジ。相変わらずやの。ところでエイジ。ん？先週環状で K レーシングのデモ車を追い回したやろ。は？ S15 や。あんまりプロのチューナーからかうなや。連中は連中で仕事としてやってんねやから。ああ、それ弟ですわ。ああ、弟？ええ、マキのやつ先月エボ6に乗り換えたんですわ。けどワークス R のステッカー貼ってたて。俺が許可したんですわ、あれ。あのやんちゃもランエボにしたんか。こりゃ無敵のランエボ兄弟やな。実はエボ兄弟やのうて、母親違いのイボ兄弟ですけどな。何うまいこと言うてんねん。けど心配ですわ。あいつ俺と違うてほんま無茶やりますから。アホんだら。お前が言うな。お前が。ところでシゲさん、さっきから気になってたんやけど、あれ一体なんやの？うん、ああこれはポルシェターボの駅マニア。懐かしゅうて引っ張り出してみたんや。中東？昼間な、昔の知り合いから電話があったんや。今夜中に東京からそっち行く言うてな。東京から？ん、マイクか。今どこや？玉でのランプのとこ。感情上がろうかどうしようか迷うてんや。
エボに乗り換えたらみんな引いて、もう誰もつるんでくれんねん。とりあえず先環状走っとるから。わかった、これから出るわ。噂をすればかい。はあ、ちょっと行ってきますわ。心配すんなや、マキは俺が面倒見たったるから。遅いで兄貴。なあ、いきなりここで来るんかい兄貴。マキ、どうでもええことからお前は覚えていく。この場所にはこの場所の掟がある。お前にそれを伝えたい。はいや、なんちゅうえげつない走りや。けどそれは簡単には伝わらん。いくら言葉並べてもあかんのや。守らなあかんこと、引かなあかんこと、そして行かなあかんこと、お前はまだ何にも分かってへん。ただ命知らずなだけや。くそ。ほらマキ、もうそれ以上そこから踏めんやろ。車はセッティングだけじゃ曲がらん。ましてや腕だけでも無理や。その車をちゃんと知り、きちんと動かしていく、そういう当たり前のことがお前には全然見えてないんや。俺もそうやった。悪いことから覚えていく、どうでもええことから身についていく。俺はそういうことをお前にきっちり教えたいんや。アホんたら。I'm not afraid to die.